花火花火は火薬と金属の粉末を混ぜて包んだもので火をつけ燃焼、破裂時の音や火花の色、形状などを演出するもの。火花に色をつけるために金属の炎色反応を利用しており混ぜ合わせる金属の種類によって様々な色合いの火花を出すことができる。原則として野外で使用するのが一般的。花火の光、色彩。 煙を発生させる火薬の部分を星という。多くの場合は、火薬が爆発、燃焼した時に飛び散る、火の粉の色や形を楽しむが、ロケット花火やヘビ花火、ヘビ玉、パラシュート花火のように、火薬の燃焼以外を楽しむものもある。花火大会のほか、イベントなどの開催を告げるため、また、祝報の代わりにも使われる。英語では、という。近年は、 花火の字を当て字として使用している例も、稀にある。花火、講義の演歌は、ダーゲ花火や仕掛け花火など、玩具演歌以外の演歌と、玩具演歌に対別できる。信号または干渉用の演歌は、消費方法によって、ダーゲ、演歌、打ち上げ花火、ダーゲ花火と仕掛け演歌、仕掛け花火に分類される。火薬を球状に成形した、星を詰めた紙製の球体、玉。 塩化玉を打ち上げる花火である。髪型を向いた円筒の底に発射薬を敷きその上に弾を置き打ち上げに備える。打ち上げは投げ込みと呼ぶ火種を円筒情報の射出口から投げ入れて発射薬に点火する。打ち上げと同時に弾から出ている銅火線に引火し、弾は所定の高さまで上昇しながら銅火線が燃えたまないの割火薬に到達したまが破裂し星に引火、飛散する。 玉の大きさ、花火の高さによって発射薬の量と導火線の長さが調整、選定される。玉の破裂後、星には光の尾を引きながら燃焼するもの、落下途中で破裂するもの、色が変化するものなど様々なタイプがある。玉の内部に星を均一に詰めることが重要であるが、詳細な技術は花火師の秘伝とされる。複数の花火を利用するなど、 作為的に仕掛けを施した花火。信号または干渉用の円下は、構造や性能によって円化玉、花火玉と円化玉以外の円下に分類される。打ち上げ花火の主流は、打ち上げ時に光が同心円状に広がるものが多く、玉そのものの形も休憩をしている。これに対し、初期の花火は打ち上げても円状にはならず、花火そのものの形も円筒形のものが多かった。 円筒形の花火は、休憩に比べ、火薬量などを増やすことができ、華やかな光や色を出すことが可能であるが、破裂途中で色の変化をさせることは困難だとされる。かつて、日本の花火も、同心円状に広がるものの製造は困難で、一部の武家花火師のみの秘伝とされていたと言われるが、明治期に、鍵屋十二代目野平が技術を取得し、以後、 円形の花火が多く作られるようになったとされる。伝統的に打ち上げ花火の玉の大きさは寸、差しで表される。直径約 6.06cm の二寸玉、二号玉、から直径約 60.6cm の二尺玉、二十号玉、さらに三尺玉、三十号玉、四尺玉、四十号玉まである。二尺玉は直径約 500m 程度。 世界最大と言われている四尺玉は直径約800メートル程度まで広がる。ただし、この合数表記は打ち上げと内側の太さであって、実際の花火玉の直径はこれよりも若干小さくなる。具体的には20号玉の直径は60センチメートルではなく約57センチメートルである。また、最近開発された世界最小の打ち上げ花火は、 玉の直径1センチメートル、打ち上げる距離は2メートル。ただし、まだ開発段階のため、実用化されていない。世界の果てまで、1っての規格で、開花時の直径が推定1キロメートルになる花火玉、4尺3寸大仙林、を作り、打ち上げた。しかし、花火玉自体は重すぎたために上昇せず水中で、爆発、失敗に終わった。塩化玉。 花火玉は割物とポカモノに分類される。代表的な打ち上げ花火である。割物の干渉のポイントとして以下のようなものがある。塩化玉はスターマインなどの仕掛け花火にも用いる。流星、流星のように星を打ち出すロケット花火や火のこ等を噴出させる手筒花火などである。 かつては、玩具花火とも呼ばれたが、日本演歌協会での表記はこちらに統一されている。購入や使用に免許が不要な花火の総称で、線香花火のような手で持つものが代表的なものであるが、小型ではあっても、打ち上げ花火になっていて、筒があって、上空で破裂するものも存在する。日本では、日本演歌協会が出荷品の検査を行っており、合格したものには、 SF マークが付けられる。おもちゃ屋などで単品で発売されることも多いが、大抵は一つの種類の数本入りから、複数種類の花火100本くらいを詰め合わせにしたものが、晩春から初秋にかけて、スーパーマーケットや、ホームセター、駄菓子屋などで売られている。帰省や旅行の際、旅先で使うために、出発前に購入したり、 使い切れなかった花火を自宅に持ち帰ったりすることがあるが、花火を携行して交通機関を利用する場合、持ち込みに禁止や制限があるので注意を要する。航空機を利用して旅行する場合、安全上の理由から少量であっても、機内への持ち込みも受託手荷物の取り扱いもできない。列車、バスを利用する場合、少量の持ち込みはできるが、持ち込める量に制限がある。また、 宅配便での発送はできない。原子を冷気した時に電子が外側の軌道に移り、元の軌道に戻る時に放出されるエネルギーに応じた色の光を放出する炎色反応を応用している。添加される元素はアルカリ金属、アルカリドルイ金属が多く用いられる。花火の起源については諸説ある。一般的には花火のルーツは古代中国の呪しとされ、 煙による通信手段であり、火薬の技術の発達とともに、花火が誕生することとなった。ヨーロッパに伝わったのは13世紀以降で、初期のものは祝放の音を大きくしたり、煙に色などがつくようにしたりしたものだったと考えられる。ヨーロッパでの主な生産地はイタリアで、火薬と花火製造が盛んに行われた。 鑑賞用の花火は14世紀のイタリア・フィレンツェに始まるとされ、キリスト教の祝祭で用いられる人形に口から火を吐く仕掛けのために用いられたとされている。16世紀になると、イングランドで花火の技術が大きく進歩する。1532年、ヘンリー・パッセイは王室軍隊の花火師を徴用するための規則を定め、戴冠式や王室の結婚式、 誕生日などでテムズ川で水上花火を楽しんだという記録がある。さらに17世紀になると、ポーランドやスウェーデン、デンマークなどに花火学校が設立され、体系的な知識を有す専門的な花火師集団が形成されていった。イングランドのジェームズ一世はデンマークから技術者を招聘し、娘エリザベスの結婚式を花火で盛大に祝った。 また1672年には、ブリッジ兵器省に花火研究所が設立され、1683年には、花火に関するテキストが刊行されるなど、花火技術は全時発展していった。日本において、花火の初使用が、いつ、どこで、どんな機会に行われたのかは定かでない。古い記録としては、室町時代の区下、までの工事と寄付者の日記、 縦打ち期、建成院内付きの1447年5月5日、文案4年3月21日上に、清志会院における法事の後に、境内にて、当人が、花火と考えられる、風流事を行ったという記事が見えている。そこでは、竹では句を作り、火で、薄、気怯、洗脳下、水車などの形を表現したもの、火が縄を伝って行き来するといったものや、 ネズミと称し火をつけると、そうめぐるるもの、手に持って火をつけると空中を、流星のように飛ぶもの、などが披露されたという。時房は、機体の果実なりと称賛し、褒美を与えている。この時代は、足利義満の仕事抱いていた、日民貿易が足利義のによって再開されており、花火も大陸から持ち込まれていたとも考えられる。 少なくとも戦国時代には鉄砲や火薬とともに干渉用の花火が伝来したとされている。間もなく日本でも花火が製造されるようになったとされているが、以後もキリスト教宣教師や唐人といった外国人の手による花火の記録が多く見られる。1582年4月14日、天正10年3月22日に、 ポルトガル人のイエズスカイ宣教師が、現在の大分県薄木市にあった聖堂で花火を使用したという記録、イエズスカイ日本年報、フロイス日本史は、大友ソーリンが花火を活用して、聖州間の祭儀をキリシタンを増やすための盛大な公開イベントとしたものである。聖土曜日の夜から翌明け方までの復活徹夜祭では、三つの長老から花火細工が出てくる仕掛けが、 三千もの日下げあかり、京界道や日本の物語をかたどった夜高安どんの行列に豪華さを加えた。さらに数々の花火が空中で実に様々な形となったので人々は立ち止まって花火見物をした。そして真夜中には京界道も中庭も広場も立水の余地もない人混みとなった。また伊達正宗が居城の米沢城で 1589年8月17日、天正17年7月7日夜、大東人による花火を見物したというもの、佐山ヤマ工事や、記録、伊達天正日記など、1613年に、徳川家康が、駿府城内で、外国人の行った花火を見物したという記事、駿府政治録などがある。ただし、正宗の記事は、原禄頃の編纂資料によるものであり、 家康の記事と告示するなど問題が指摘されている。日本に伝来した当初の花火は、火の粉が筒から吹き出るような形状のものであった。外国人による花火の技術を学び、日本でも独自に花火が作られたと考えられるが、その最初はよくわかっていない。1585年に、現在の栃木県栃木市で、港川山城守と佐竹修が、 戦の慰みに花火を出たという説もあるが、戦の最中に当時貴重だった火薬を、そのようなことに使うはずがないという主張もされている。大田牛一著、信長公記巻十四に見える1581年2月18日、天正9年正月15日のところに、五爆竹のことに見える、五爆竹を、花火の爆竹であるとし、安土城下で爆竹。 花火の一種の制作されたと考える説もあるが、これは竹を燃やして音を立てる、小正々月の催しの一つとして少なくとも、鎌倉時代から行われているものであり、火薬を使用した花火であったかどうかは即断できない。ただし、この頃には鉄砲に使用する需要から、火薬の大量生産が行われるようになっており、日本独自の花火の制作も行われていたことであろう。 スンプ政治力、宮中秘策、武徳変年修正等の書物によれば、現代の花火につながる花火を一番初めに見たのは、徳川家康とされる。1613年8月、英国人、ジョン・セイリスが、国王ジェームズ一世の国書を携えた正式な使者として、スンプ城を訪れた際、花火を見せたとされる。徳川発祥の地である、岡崎を中心とした三河地方は、 江戸時代、徳川幕府によって唯一火薬の製造、貯蔵を公式に許可されていた土地である。そのような歴史もあり花火は昔から岡崎を中心とした三河地方に普及発達し、全国に三河花火の名を欲しいままにした。その名残か現在においても三河、遠州地方周辺は全国的に見て演歌の製造や豚屋が多く集積している。江戸時代になり、 戦がなくなると、花火を専門に扱う火薬屋が登場した。1648年には、幕府が隅田川以外での花火の禁止の触れを出しており、花火は当時から人気があったとされる。当時のものは、おもちゃ花火であったと考えられる。1712年頃出版された、和漢三歳図へ、寺島良安町、江戸時代の随理百科事典には、ネズミ花火、 呪し花火などが紹介されている。慶安元年、1648年、漢文五年、1665年、漢文十年、1670年などにも花火禁止令が出され、江戸中では花火は全く行われないようになり、全治地方へ移っていった。打ち上げ事故が起き、禁令が出されるということを繰り返したようである。 2013年時点で現存する日本で最も古い花火業者は東京、当時の江戸の宗家、花火鍵屋であり、1659年に初代野兵がおもちゃ花火を売り出した。鍵屋、初代野兵は大和国志原、吉野軍、後に奈良県五条市出身であり、幼少の頃から花火作りに長けていたという、1659年、江戸に出てきたは、 足の中に星を入れた、ガング花火を売り出した。野兵は、その後研究を続けて、両国横山町に店を構え、鍵屋を屋号として、代々世襲するようになり、現代に続いている、2018年時点で15代目。その後、大型花火の研究を進め、1717 17年には、水神祭りに合わせて、県城花火を打ち上げている。1733年、 機内を中心に飢饉に見舞われ、江戸ではこれらが猛威を振るい多数の死者を出したくらい、世相中、将軍吉宗が死者の慰霊と悪霊退散を祈り両国王家は、隅田川のことの水神祭りを催し、それに合わせて20発前後の花火が披露され、これが隅田川川開きの花火の起源になったと言われている。鍵屋と並んで、江戸の花火を代表したのが玉屋である。 玉屋は六代目の鍵屋の手代であった聖吉が1810年に乗れん分けをして、一米と改名の上、両国広小路吉川町に店を構えたのが始まりである。このように鍵屋、玉屋の,の,の二大花火師の時代を迎えるようになった。江戸では、両国の川開きは、両国橋を挟んで上流を玉屋、下流を鍵屋が受け持つようになった。玉屋、 カーギーヤという掛け声が生み出された。当時の浮世絵を見ると、玉の矢野の花火は多く描かれており、また、橋の上、玉や玉屋の声ばかりなぜに、鍵屋と言わぬ、情な、情と、鍵矢の、情をかけているという強化や、玉屋だとまた抜かすわと、鍵屋いいという川流が残っていることからも、玉の矢野の人気が、鍵屋をしのいでいたと考えられる。 しかし1843年5月16日、天保14年4月17日、玉屋から出火、店のみならず班長、約1500坪ほどの町並みを焼くという騒動があった。当時、出火は重罪と定められており、また偶然ながら、将軍、家吉の東将軍参拝出発の前夜であった、ことから厳しい処分が下され、玉屋は、決勝、 財産没収、一米は江戸を構い、追放となってしまい、わずか一台で、加盟断絶となってしまった。当時は、鍵屋のような花火専門業者の花火は、町人花火と呼ばれた。このほか、大名らが、廃下の火薬職人らに命じ、競って隅田川で花火をあげたという。これらの花火は、武家花火と呼ばれる。特に、火薬製造が規制されなかった藩、藩、 水戸藩の三つの徳川の三夜の花火は、五三夜花火と呼ばれ、江戸町人らに人気があった。また、仙台の伊達家の武家花火も、伊達正宗以来の合法な藩風を反映させ、仙台菓子の花火として、江戸町人の人気を得て、見物人が退去を仕掛け、江戸藩邸近くの一万年橋の欄干が折れるという、事故が発生している。武家花火は、戦に用いる。 信号弾のようなものが進化したもので、のろし花火と呼ばれ、いわば垂直方向に着目した花火であり、色や形を楽しむ仕掛け花火を中心とした、いわば平面に特化した町人花火とは方向性が異なった。この方向の違いを共に取り入れたのが、現代の日本の花火技術である。日本演歌芸術協会創立者で演歌に関する、 書物を数多く表した花火師の武藤照彦、1921年から2002年によれば、ダーゲ花火は1751年に開発されたとされている。それ以前の花火は煙や炎が噴き出す花火であったと考えられている。鍵屋は第二次世界大戦期に13代、天の太フト指導が花火製造を取りやめ、2013年時点では、 打ち上げ専業業者となっている。花火に関しては特に江戸での記録が多く残っているが、これ以外の地方で花火が製造されなかったわけではない。特に外国と交易のあった九州と長野、愛知などでは江戸時代から花火が作られていた。特に三河国岡崎地方、愛知県岡崎市付近は徳川家康の出身地ということで、 火薬に関する規制が緩やかであり、江戸時代から町人が競って花火を製造した。2013年現在も岡崎周辺におもちゃ花火どんやが多いのはこの名残だと言われる。これ以外の日本国内での花火の主な産地は長野県、新潟県、秋田県、茨城県で徳川家にゆかりのある地方が多い。明治時代になると海外から塩素酸、カリウム、アルミニウム、 マグネシウム、炭酸ストロンチウム、硝酸バリウムといった多くの薬品が輸入され、それまで炭火色といわれる大々色の強弱のみで表されていた花火に新たな色彩が加わったばかりか明るさも大きく変化した。これらの物質の輸入開始は1879年から1887年にかけて段階的に行われ、日本の花火の形は大きく変化した。 これ以前の技術で作られた花火を浴び、これ以後のものを曜日と言い分けることもある。新たな薬品によって多彩な色彩を持つ鮮やかな花火が誕生した反面、化学薬品に対する知識不足から相当な事故が発生したのも明治時代である。特に塩素酸カリウムは他の酸性薬品と混合すると不安定になり、わずかな衝撃でも爆発する。 危険性が高まる性質を有しており、若時代の参加剤として使用していた小石と同様に扱った場合重大なことを招く結果となった。多彩な色彩を持った曜日を大規模に打ち上げた記録としては、1889年2月11日の第日本帝国憲法発布の祝賀行事で皇居の二重橋から打ち上げたものである。それまで花火の製造は打ち上げには、 何の免許も規制も存在しなかったが、1910年に許可制となった。これ以前の地方の花火は、農家などが趣味で製造しているものが多かったが、この後、科学知識を駆使する必要から、花火師の専業化が進むことになる。大正期には発酵剤としてのマグネシウムやアルミニウムなどの金属庫が登場し、夜空により鮮やかに大輪の花を咲かせられるようになった。 また塩素酸カリウムに警官石を混合した赤、爆を編み出し、大きな発音効果を有す花火が完成していった。また青木義作や広岡幸太郎などの名家歌詞が登場したのも大正期である。このように順調に技術を発展させていった花火で、あるが昭和に入り、日中戦争など戦火が拡大する世界情勢下で、低ー期を迎えることになる。 花火製造は禁止はされない代わりに高い物品税がかけられたが、それでも当初は出生兵士走行の花火や、英霊を迎える慰霊花火など、慰霊剤や戦勝祈願の花火が挙げられていた。しかし、戦火の拡大により、隅田川川開きの花火大会も1937年に中止となった。そんな中、花火製造業者は、防空演習で使用する発煙筒や焼夷、昭和筒、 小夷団の音を再現するを製造していた。第二次世界大戦敗戦後は1945年9月に長野市の諏訪神社で花火が上げられるが、翌10月に連合国軍総司令部 GHQ により火薬製造が禁じられた。しかし、1946年7月4日には各地のアメリカ軍基地で日本業者がアメリカ独立祭りの打ち上げ花火を上げ、 戦後初の花火大会として1946年8月10日、岐阜市の長良川下半で全国演歌大会、あと全花火大会となる9月29日と30日に茨城県土浦市で開催された第14回全国演歌競技大会、あと土浦全国花火競技大会となる百四十七年の新憲法施行記念で皇居前広場、皇居前広場では、 最後の花打ち上げとなったなどが行われた。日本の花火製造業者の粘り強い説得により、1948年には GHQ が在庫花火の消費を許可。これを受け両国花火組合主催、読売新聞社が講演、丸、玉や枯渇演舎店が単独で打ち上げる、両国川開きの花火大会は1948年8月1日に復活した。 この時は打ち上げ許可量わずか600発であったが、平和な時代の大輪の花に70万人の観客があった、両国側海年票。敗戦後は、おもちゃ花火を含め、日本の花火は海外に多く輸出されたが、2013年時点では、中国からの輸入量の方が多く、輸出は激減している。多くの花火業者は、2013年時点でも地元に根付いた例祭。 中小企業であり、技術を親の手からこの手へと伝える、世襲性をとっている。日本では夏の夜の風物詩とされている。一部の自治体では大規模な花火の打ち上げを花火大会と称して行っている。花火大会の大半の開催時期は7、8月に集中している。主に歴史のある花火を紹介する。この中には手筒花火のように、 地方公演も行うなど、地域交流の一つともなっているものもある。日本の花火大会一覧を参照。戦後、花火が解禁された1948年8月1日の記念に、東京本省馬屋橋で大規模な花火爆発事故の起きた1955年8月1日の追悼、世界最大とも言われる、競争祭。 PL 花火芸術の開催日8月1日の記念を兼花火の日が8月1日に制定された1967年制定。このほか両国川開きが旧暦5月28日であったことから5月28日も花火の日となっている。花火の取り扱いには国ごとに法規制がある。玩具としての花火にも文化により法規制に違いがある。 国によっては、花火の爆音が銃声と混同されかねないことから、記念日以外は、花火の使用を禁止していることもある。火薬類取締法による規制がある。消防法では危険物の扱いを受ける。航空法により、打ち上げる花火が到達する空域によっては、打ち上げが禁止される場合、または打ち上げる場合に事前に、国土交通大臣への届け出が必要な場合がある。 制限表面を参照。ガングエの取り扱い、購入、所持、消費には、週ごとに年齢制限、多くの週は16歳があり、消費も年末年始や独立記念日前後に限られている場合が多い。パーティー用クラッカーなど一部の品目を除き購入や、消費に制限がある。パーティー用花火、パーティー、ポッパーや、クラッカーボール、 セロダウンなどを除き、ガング化の購入や、消費などにも、年齢制限、原則満18歳がある。手持ち、スパークラー、ハンドホールドスパーカラースやパーティー用花火、パーティーポッパー、噴水、アイスファウンテンなどを除き、ガング化の購入や、消費などにも、年齢制限、原則満18歳がある。ガング化の購入や所持には、年齢制限、 満十六歳があるが消費に許可は不要。花火により、重金属の残留物、硫黄化合物、粒子状物質、その他の低濃度の毒性物質などを含有する、倍煙が生じる。これらの燃焼による、複製生物は、原材料の混合の仕方により、大きく異なってくる。また花火は火炎素産塩の排出源にもなっていると、されてきた。 アメリカ合衆国環境保護庁のリチャード・ウィルキンらは、環境中の火炎素ジオによる人体や野生動物への影響を念頭に置いて、水域上空での花火類の使用についての研究を行った。火炎素ジオの排出源は雷や特定の化学肥料からロケット燃料や爆発物中に含まれるものまで多岐に渡る。科学者らは長年の間、 地域の花火大会がもう一つの排出源となっているのではないかと疑ってきたが、ほとんど研究がなされていなかった。ウィルキンの研究グループは2004年、2005年、2006年に花火大会の前後に、オクラホマ州にある湖の水を分析することで、花火が火炎素酸使用線の原因の一つであることを立証した。花火大会から14時間以内に、 火炎素酸塩の濃度はバックグラウンド濃度の24倍から1028倍へと上昇した。24時間後に濃度は最大となり、20日から80日後には大会前の水準へと落ち着いた。火炎素酸塩は固体塩の一種であり、地下水や漂流水に容易に溶解し移動する。火炎素酸塩が飲料水に混じっていると、 工場腺の要素の取り込みが阻害されることが知られている。連邦全体での飲料水の基準は現在存在しないものの、いくつかの州では、公衆衛生の目標や対策レベルをすでに設定しており、最大基準値を確立しようしている州もある。例えば、アメリカ合衆国環境保護庁では、飲料水と同様に環境への火炎素産事業による影響が研究されている。 また、カリフォルニア州は火炎素酸使用使用に関する指針を発行した。花火からの汚染物質は健康リスクについての懸念を招く。大多数の人について長期にわたり、多数の排出源からの低レベルの毒物へ暴露した場合の影響というのはよくわかってない。一方で、全息患者や多種類化学物質過敏症の患者に、 とっては花火からの煙がが疾患を悪化させるる。可能性があるマサチューセッツ州を含む複数の州は火塩素産塩についての飲料水の基準を立法化してきた。カリフォルニア州議会では2003年に火塩素産塩汚染防止法 AB826 が制定された。この法律ではカリフォルニア州有害物質規制局 DTSC に対して火塩素産塩及び 火炎素のの含有物質についての最適な管理方法をを示すす規制を採択するよう求めた。この管理方法は2005年12月31日に採択され2006年7月1日に施行された。また、カリフォルニア州は飲料水の基準を2007年に制定した。アリゾナ州、メリーランド州、ネバダ州、ニューメキシコ州、ニューヨーク州、 テキサス州を含む複数の州では、強制性のない韓国基準を制定した。司法も、また火炎素酸使用線に関連した判決も、下してきた。例えば、2003年に、カリフォルニア州の連邦地方裁判所は、火炎素産中は発火性であり、特徴的に有害な廃棄物であるを理由に、の適用を決定した。中国の製造業者と協力し、汚染物質である、 火炎素産事を提言し、究極的には除去しようとしていると主張する米国企業も存在する。インドでは都市部を中心に大気汚染が深刻化している中で、ヒンドゥー教の祭日である d ー,ーリーの時期に鳴らされる爆竹が汚染レベルの悪化に拍車をかける傾向が見られた。2017年、インド最高裁判所はディーワーリー前後の期間の爆竹販売を禁止した。 花火の事故としては、花火工場における製造過程での事故と、花火大会における実演時の事故とに大きく分けられる。花火大会における事故は、花火の危険性だけでなく、群衆事故など多くの観客が集まるために起こりうる、事故を防ぐために事前に様々な予防措置が運営側によって施されるようになっているが、まだまだ防ぎきれていない。また、家庭で行われる花火でも、 火薬の危険性を十分認識していない児童が遊戯の主体であるため、取り扱い動機の不注意や、ふざけて人、動物、物に向けるなど危険な行為を行うことによ、事故を起こしがちである。また、遊戯後の日の不始末による火災の危険性もある。家庭、公園等の個人で花火をするときは、バケツなどに水を汲むなどして、いつでも消火できる環境にして遊び。 燃え尽きた後の花火はきちんと水で消火を行い、十分に沈下したことを確認した後処理すること。また、小さい子供だけ等の成人した管理者が不在ので花火をするのは避けること。不発の花火、特に打ち上げ花火のものは黒玉と呼称されるには再発火や爆発の危険があり、水につけるなどの処置が必要となるので放置、管理を行う。従来から、 花火の事故は多くあったが、統計が残っているのは1950年代頃からである。1950年代から1960年代にかけては花火工場の爆発事故が多く、毎年10人以上の死者が出ていた時代もあった。多くは花火工場が爆発し従業員が死亡するというものだったが、近隣の建造物や一般人の生命に危害を及ぼしたものもあり、 これらの事故により花火製造に関する規制は徐々に厳しくなった。ただし、安全な種類の火薬を用い、保管量を守れば、そのような事故の大部分は防げたはずだという主張もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。